日本代表は10月13日に行われた国際親善試合のカナダ代表戦に4対1で勝利した。3月に発足した第2次森保ジャパンのここまで7試合の戦績は5勝1分1敗だが、直近5試合は5連勝とその強さは世界中で話題になっている。動画、イエローじゃなくてレッドカードだ、中村圭と、相手選手から足裏ファールを受けて負傷交代になった瞬間ブラジルメディア。 イストーは日本が親善試合でカナダを打ちのめす。デイビスのミスもあり、5試合で22得点に到達、と高い得点力に注目した。記事では日本代表チームは再び攻撃力の高さを見せつけた。そしてドイツ一部バイエルンミュンヘンのカナダ代表 MF アルフォンソ・デイビスのオーンゴールもあり、金曜日に新潟で行われた親善試合に4対1で勝利した。 森安はじめ監督の率いるチームにとって5連続となる勝利である。そしてこの期間に毎試合4ゴール以上を決め、対戦相手のゴールに計22ゴールを決めている、と伝えている。さらに全ての試合が親善試合という前提はあるが、6月に6対0で勝利したエルサルバドルを除けば、対戦相手は決して弱者ではない。 他の被害者は共に1対4で負けたペルー代表とドイツ代表。そして2対4で負けたトルコ代表だ。特にドイツにとってはカタールワールドカップに似た失敗となったため、この結果は非常に苦いものである、とこれまでの戦いを振り返った。世界が森安ジャパンの結果に注目をしている中で、17日に行われるチュニジア戦はどのようなゲームになるだろうか。